はい、ということで皆さんご無沙汰しております、パクセレンです。ここは JR 東海東海道本線の豊橋駅、愛知県の豊橋市ですね。向こうにはあちら、快速特急の新鵜沼駅も停車してますけども、 JR 東海道本線の他に東海道新幹線、名鉄名古屋本線、飯田線、さらには豊橋鉄道も乗り入れてくる愛知県のこの辺り三河地域の中心となるような駅でございます。で、今回なんですけれども、動画のタイトルにもある通り、この豊橋駅の近くにですね、ホームがあまりにも広すぎる駅というのがございますので、今回はその駅に向かってみたいと思います。まあ、豊橋駅のホームもね、これでも十分広いんですが、これの多分2倍もしくはそれ以上あるのではないか、そしてもしかしたらそのホームが日本で一番広いね、駅のホームになるんじゃないかと噂されるような、まあそういうところでございまして、僕もね、今までその駅は何度も通ったことあるんですが、降りるのは今回が初めてです。そんなちょっとね、不思議な駅に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。目の前から快速の米原駅が発車していきます。これに乗るとね、この先蒲郡とか、それから岡崎、安城、刈谷、名古屋、岐阜方面というふうに、まあ、続いていくわけなんですが、まあ、この電車には乗りません。今回向かいます駅がありますのは、この豊橋から東京方面に、東海道本線を東京方面に登ったところにありまして、これではなくてですね、この快速米原駅の向こう側に停車している浜松方面の普通列車に乗る必要があります。さあ、豊橋から約20分でやってまいりました。こちらが静岡県の浜松市でいいのかな、 JR 東海道本線のこちら弁天島駅です。4両編成の普通列車、結構乗ってますね。この時間帯やっぱそれなりにお客さんの利用もあるということで、4両編成の車内は比較的混雑が激しかったわけなんですが、これですよ、このホームの広さ。こんな広いの。改めて今回ね、あの弁天島の駅には初めて降りたんですけど、まさかこんなにちょっとね、バカ広いと思ってませんでしたよ。日本で一番広い駅とかなんとか言われてますけど、まあそれは言われるよねっていう感じですよね。この構造はすごいね。こっち向こう側が名古屋、京都、大阪、神戸方面、そして向こう側が浜松、静岡、横浜、東京方面です。で、すぐそこに見えております。こちらが東海道新幹線の線路。東海道新幹線来ないかな？まあ、天下の大動脈東海道新幹線ですから、この動画が終わるまでに、この線路を走る新幹線の様子を何度も皆さんのご覧に入れることがあると思いますが、にしてもこのホームは広すぎる。何これ。面白すぎるでしょ、これ。こんな広いの？シャトルランぐらいできるんじゃないですか、こんな幅あったらね。25メートルプール入りきるかな、多分。でもね、あの普通の通勤電車、1両あたり20メートルなんですけど、基本的に JR の普通列車って。なんですけど、入るんじゃない？ワンチャン。新幹線はさすがにちょっと難しいかもしれませんけど、ちなみにこの弁天島という土地はですね、ここはもともと、あの、本州と繋がっている、あの、陸続きだったんですが、室町時代の頃に地震がありました。今ね、浜名湖っていうのは、こっちの方に、今見えませんけどね、広がっているのが浜名湖。まあ、あれがね、浜名湖と言ってしまえば、まあそうなんですけど、あの、昔はね、浜名湖っていうのは淡水湖、まあ、あの、猪苗代湖とかね、そういった湖を思い浮かべていただければわかると思うんですが、まあ、海水が入ってこない湖だったんですよ、もともと浜名湖っていうのは。それがですね、室町時代の地震によって、土地が崩れまして、そしてこの弁天島という土地だけが残って、そして向こう側と、それから、あちら側で浜名湖が海と接続されました。その関係で現在はこんな感じで汽水湖、海水が入ってくる湖となっているわけです。あの、高架のね、道路の向こう側は遠州灘太平洋ということになっております。これは国道1号なのかな？ちょっとわかりませんけど、この弁天島は、弁天島温泉と言いまして、静岡県でも有数のリゾート地。結構ね、特に今コロナだからどうなのかなっていう感じなんですけど、特にコロナ前なんかはね、夏になると多くの海水浴客がここを訪れて、そしてホーム上が大変混雑するということがありました。ねえ、なんかこんなリゾートマンションみたいな、なんか房総半島にこういうマンションありそうじゃないですか？こういうのとかね、それから温泉旅館とかもあっちにはありますし、
浜松市内ではそれなりに人を集めるようなところなんじゃないかなと思っています。実際に本当かどうかは分かりませんけどね。お、来ました、新幹線。おー早いね。この弁天島はね、あの東海道本線に並行して新幹線も通っておりますので、このように N700 系がですけど、すごい勢いで新幹線が通過していく様子を楽しむこともできます。早いね、やっぱね。もともとですね、あのこの駅っていうのは1906年に開業した駅でございまして、115、6歳ぐらいになるわけなんですけれども、まず1906年に、おー、また新幹線来たわ。まあ、1906年に一旦開業しまして、その時はですね、この弁天島は海水浴場として当時、非常に高い人気を誇っていました。そのため、その弁天島の海水浴場に行く人のための、まあ、駅として作られたわけでございます。そして、その1906年に一旦作られたはいいんですけど、その2ヶ月後にですね、もう早速この弁天島駅は一旦廃止されます。まあ、海水浴客のね、ための駅ですから、もう海水浴シーズンがね、あの夏の終わり、まあ、8月の末、9月ぐらいにはもう終わるわけですよ。そしたらもう、この駅にお客さんは来なくなりますんで、じゃあもういらないよね、つって、この駅は一旦廃止になってしまいました。しかしですね、その後、1916年に、今度はですね、この弁天島の、このリゾート開発をするにあたって、やっぱり玄関となる駅は必要だよね、ということで、開業からもう一度ね、あの、2回目の開業が、1度目の開業から10年後に訪れることになります。お、電車来るわ。1916年に、2度目の開業を果たした時に、おそらくこんなにスーパー広いホームが生まれたのではないかなと考えられます。実際にちょっとそうなのかっていうのはわからないんですけど、もうほんとね、広すぎてホームの端っこに関してはこんな感じで屋根ないですからね。多分12、3両ぐらいの停車には対応してるんじゃないですか。ちょ、配備すぎるよあの電車。あの辺にしかね屋根ないですから。 あ普通のやつだったわ。もうこんな感じでホームの端っこに、端っこじゃないわ、中央部にしか屋根がないので、雨が降っている時なんかはもうこの辺りをね完全に水溜りと化してしまうわけです。とりあえずね、この弁天島駅のホームがクソ広いということは分かりました。もうほんとクソ広いんですよ、本当に来れば分かると思うんだけど。なんですけど、じゃあなんでこんなに広いのかっていう話になるわけですよ。まあもちろん海水浴のお客さんが来るから、それ対策でホームを広めに取っておこうっていうのももちろん理由の一つではあるんですが、しかしこの弁天島駅のホームが広くなった理由というのはそれだけではありません。この浜名湖も実はこの弁天島駅のホームが超広くなったその理由の一つでございます。今僕が向いているのは、これは豊橋方面なんですが、この先のところでちょっとね、あのこのカメラあんまり拡大効かないんで申し訳ないんですけど、この先で浜名湖とそれから海が繋がっているそのわずかなね、あの海峡みたいな部分を東海道本線は渡っていきます。画面向かって一番右側の伏線が東海道新幹線、そして真ん中のね、今これですけど、この線路が東海道本線の上り本線、そしてこちら側が東海道本線の下り本線となっております。でこうやって見てみると、あの東海道本線のね、この上下の線路っていうのがかなりこれ間隔が開いて、橋脚が設置されているということがわかります。これね、あの普通だったら、例えばあの上下線を一つの橋脚にまとめて配置するとか、まあそれはやらなくても、上下線の橋脚を極めて近く設置するとか、まあそういうことになるんですが、じゃあなんでこんなに浜名湖のこの場所では上下線の線路が離れているのかという話になります。でこれはですね、この辺りのこの浜名湖周辺の地質っていうのがあまり、まあ、強いものではないんですよ。まあ軟弱な地形でして、まあ多分ね、大きい地震が来たら液状化とかも、まあ、あり得るようなところではあると思います。まあ多分、うん、あの東海地震とかそれから南海トラフとかそういうのが来たら、まあ多分液状化の被害が出てしまうようなところだと思うんですよね。それぐらい結構ねこの辺り地質悪いんですよ。なんで多分その関係で、あの場所にね、あの上下線まとめて同じ場所に橋脚を建設してしまうと、その地盤がね沈下してしまって、そして列車運行に影響が出るのではないかということが考えられております。本当にそうなのかっていうのは確証はないんですけど、まあ、これはこの弁天島駅のホームが広い理由の一つとして、ね、説として考えられているものになるんですが、まあおそらくその地盤の関係で、まあ、こんな感じでね、この浜名湖の鉄橋の部分、上下線の間隔を広げて設置しなければならないので、そのせいでね、その感覚を保ったまま、この弁天島駅を作っちゃったもんだから、このバカでかいホームが誕生したということになるんじゃないかなと思うんですよね。多分そういうことだと思うんですよ。今でこそね、
1日の利用客数、まあ、せいぜい700数十人とか、まあ、それから海水浴シーズンになっても1日、まあ、1000人クラス、そんなに東海道本線全体の中でも利用客が多いという駅ではありません。ただし、やっぱりね、この辺りっていうのはどうしてもそのリゾート開発、観光地開発っていうのがかなり盛んに行われておりました。まあ、特にバブル時代が、そういうのは激しかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その関係でね、昔、特に2013年までこの辺りで花火大会というのがありまして、浜名湖の花火大会ね。で、それの関係で、この弁天島止まり、もしくは弁天島始発の、まあ、多分名古屋方面に向かう列車だと思うんですけど、まあ、そういう臨時列車というのが多数設定されておりました。で、そういう場合には、名古屋方面からね、多分その新快速で使ってるような3、3系の8両編成とかがこの駅に停車して、そしてお客さんが全員吐き出されて、そしてね、この弁天島駅っていうのは、ここまで来た列車がそのまま元来た方向に折り返すことができないので、多分このまま真っ直ぐ行って、で、まあ、浜松とかそっちの方面まで行ってね、で、浜松からまた折り返し戻ってくるとか、まあ、逆に、浜松方面から臨時列車が来た場合は、このまま行った、豊橋方面まで抜けて、で、多分豊橋まで行かないと思うんですよ。多分、新所原とか新井町とか多分その辺で折り返せると思うんですけど、まあ、そこからまた戻ってきて、そしてここに回送列車として据え付けられて、まあ、お客さんをいっぱい乗せて出ていくと。いう形になっていたんだそうです。僕はね、そういう臨時列車に乗ったことはないんですけど、まあでもかなりね、その時には混雑していたんだそうです。他にもね、花火大会以外でも、例えばアーティストのコンサートですとか、まあ、そういうね、この弁天島近辺でイベントが開催される時には、この幅のめちゃくちゃ広いホームというのがかなりその進化を発揮するんだそうです。本当に発揮してるところは見たことないですけどね。まあ、発揮することもあるということで。さっきも言いましたけどね、この辺りは、もう駅のホームの屋根というのが存在しておりませんで、もう完全に野ざらしですから、雨が降るとね、この辺りはびしょびしょになります。で、しかもね、立ちの悪いことに、ね、こんな感じでね、先頭車両がだいたい今この辺に止まるんですけど、この辺りっていうのはですね、このホームの端っこから屋根までの距離が若干あるんですよ。5、6メートルぐらいかな。なんで、この先頭車両にね、から降りてきた人は、雨の時はもうダッシュでこの屋根の下に駆け込むっていう、そういう様子を見ることもできます。奥の方、あっちの方はね、普通に屋根あるんですけど、まあ、でもこっち側にはそういうのはありません。また N700S だ。まあ結構もうね、編成数も増えてきて、今この動画撮ってる段階で25編成ぐらいあるらしいですからね。さあ、僕が乗ってきた一本朝の普通列車、どこ行きだこれ、掛川駅が到着。こちらも天眼クロスシート、何両編成、4両編成いっぱい乗ってます。お、また後ろから新幹線が追いかけてるよ。だって電車がこれですよ。電車がこれで、で対するホームは、これでしょ？こんだけね、広い敷地あったら簡単な資料基地ぐらい作れるんじゃないですか？検査機能は持てなくても、まあ、電流線ぐらいだったら作れると思いますよ。こんぐらいあればね。めちゃくちゃ広いな、これ。いや、マジで広いっすよ、これ、本当に。何回も言うようだけど。もう口を酸っぱくして言いますけどね。お、また新幹線来た。さっき行ったばっかですけどね。普通列車が来る直前に下っていったばっかなんだけど、また来たのか。また N700S、嘘でしょ？嘘？こんなに N700S 増えてんの？今3本連続ですよね。でもね、だって、1本前 N700S だし、その1本前も多分 S だったと思うので、すごいな、こんなに N700S が3連続で来る時間なんかあるんですね。それからですね、この弁天島駅のホームが広い理由というのが、多分ね、これが一番大きいんじゃないかなと思うんですけど、実はですね、この弁天島駅は、ホームの上に駅舎があります。おい、何言ってんだという感じかもしれませんけども、あそこにね、実は改札口があるんですよ。あそこにね、ほら、改札機があるじゃないですか。あそこから降りて、そして下に行くと出口という感じで、駅の事務室とかね、そういうのが全部、この駅のホーム上にあるんですよ。で、そうすると、やっぱりね、その事務室とかがある関係で、どうしてもホームをね、広めに取らなきゃいけないから、もしかしたら、この駅のホームが、弁天島駅のホームがでかいんじゃないかっていう説もあります。ただ、僕はね、個人的にはちょっと違うんじゃないかなと思っていて、あまりにも、こんな感じで駅のホームがでかくなりすぎたので、じゃあ、ここに、駅の事務室置いてもいいんじゃねってなって、で、それで、こんな感じになってるんじゃないかっていう気がするんですよね。多分そっちの方の説の方が正しいと僕は思うんですよ。
また新幹線が1本東京方面に走っていきましたけど、多いね本当にね。今日ただの平日のはずなんですけど、相当数ありますよ本数。やっぱり平日とはいえ東海道新幹線ですからね、この夕方から夜にかけての時間帯相当本数を増やしているんだろうと思います。ちなみに改札口は本来あっち側なんですが、こちら側に臨時改札口というものも設置されておりまして、こんな感じで駅員さんがね入るラッチというのがあってね、でここでここは簡易スイカ改札機みたいなのがないので、スイカとか、まあ、それからトイカには非対応なんで、紙の切符しか使えないんですけど、ここに駅員さんが入って、そして、お客さんたち、みんな切符回収しますよ、みたいなことを、まあ、やってるんだろうなと思います。本当にこの改札口がね、この臨時改札が機能している様子を見たことはないですが、まあでも、まあ、明らかにそのためにあるようなもんですよね。しっかり階段だってね、あそこに用意されておりますし、逆に臨時改札以外、何に使うんだという話です。そういうなんかここ臨時改札口ですよみたいな案内はないですけどね、特に。あ、今駅員いないんだ。結構ね、この辺りっていうのは無人駅、まあ無人駅というか、その時間帯有人駅と言いまして、その駅員さんがいる時間帯、いない時間帯のがあるんですが、今この時間帯はいないんだな。ここにね、待合室があって、JR 東海仕様のこういう自販機もありますけども、じゃあちょっと下降りてみましょうか。ようこそ浜名湖弁天島温泉、潮干狩り、海水浴、釣り、スポーツ、まあ、こんな感じでね、結構観光地としての開発は比較的されているようなところです。でこっちですね、こっちがさっきのその臨時改札どうこうとか言ったところで、今はこんなしっかりした柵がされていますけど、多分これをねこうガラガラガラーと開けることによって、こっち方面からでもホームに上がれるようになるはずです。でこんな感じでね、駅の改札の設備がこの階段の上にありますんで、この辺りでは比較的設備は簡素なんですけど、これが弁天島駅の外です。僕も初めて駅の外には出てきましたよ。やっぱりこうやって見てみるとね、駅の設備は非常に簡素、通路もそんなに広くはないですから、果たしてこれで本当に夏の海水浴シーズンのお客さんを全員さばききれるのかっていう心配はあるんですけど、どこにあるんですかね海水浴場。ここが今僕がいる弁天島の駅で、海水浴場は多分まあこの辺だと思うんですよね、多分ね。なんかこの地図だとなんか本州と陸続きみたいになってますけど、これちゃんと切れてますからね、まあこっちで切れてるからわかると思いますけど、こんな感じで浜名湖は海と接続されておりますので、この浜名湖の中にね、どんどんこの遠州灘の海水が入ってくるということになっております。この弁天島温泉とかね書いてあって、なかなかねこの辺りも僕来ることないんですけど、しっかりとしてしっかりなんかこう観光するっていうことはあまりないんですけど、まあでも何度も言うようですが、明らかにこれだってこれマンションですよね、リゾートマンションですよね、まあ、こういうマンションですとか、まああとはこっちは、まあ、こっちもマンションなのかな。でそれからこちらには海春楼でしょうか、こういう旅館なんかもあって、でしかもこの辺多分ね、この建物の上からだったら向こう側に見える浜名湖、それから遠州灘が割と綺麗に見えるはずです。でそれから今ねそこの交差点は横断歩道ないんですけど、ここから階段があってね、地下道が向こう側に通じてますんで、それで海の方に向かうこともできるはずです。申し訳ないんですけど、まあ、さびれた観光地感は半端ないですよね。まあ、海水浴がメインなので、ここはね。だからまあ、夏に観光客が多ければそれでいいんでしょうけど、それにしても、っていう感じはします、個人的には。どうなんですかね、これ。駅の、こう、改札の付近もこんな感じで。これね、こちらね、自動改札機になってて、切符を購入することはできるんですけど、ただ、これ何扉こう通ろうとしたらピンポーンとか言って扉閉まりますけど、あれがないんですよね。多分その無人になる時間帯、その改札業務がやらない時間帯があるんで、多分それのせいでね、そのピンポーンがないんだと思います。多分これですね、これ JR 東海の駅だったら大体どこでもあるんですけど、名所案内の看板ですが、
浜名湖、弁天島温泉、海水浴場。やっぱり弁天島イコール海水浴場なんでしょうね。まあもちろん温泉もありますけど、まあでもしっかりこんな感じで名所案内として海水浴場と書くということは、まあ、JR、 まあ多分国鉄の頃からこういうのあったんじゃないかと思うんですけど、ちゃんとこの海水浴場が弁天島駅の名所ですよっていうのを分かっててやってるわけですから、まあ確かに海水浴場としてのねポテンシャルがどれほどあるのかは分かりませんけど、まあ大は小を兼ねるとか言いますんで、めちゃくちゃ得するわけではないけど超損するわけでもないみたいな、多分そういう感じなんじゃないですか。うん、だってこんなね大きいホーム、まあホームが狭かったらお客さんいっぱい来た時に困りますけど、別にホーム広くてもねお客さんいなくたってまあそんな関係ないじゃないですか。だってねこれで例えばねホームを真ん中削って、で例えば上り線のホームとそれから下り線のホーム分離とかやっちゃったら、それこそ海水浴シーズンとかやったらとんでもないことになりますんで、まあこういうホームがあってもいいんじゃないかなと個人的には思いますね。面白いしね、趣味的にも。ちなみにですね、この弁天島駅、さっきね豊橋側はお見せしましたが、じゃあ、浜松側はねどうなってるのかという話なんですけども、浜松側はねこんな感じで一部ちょっとホームがねくり抜かれていて、ちょうどこの真下にねホームを突っ切る地下道があるんですけれども、それがこのように見えております。ホームの真下を地下道が走っていて、でしかもそれを上から眺められるっていうね、こうですよ。駅の真下をこういうね道路が通っているっていうだけでもなかなかすごいと思うんですが、しかもそれを眺められるっていうのがね、それがまたすごいですよ。でしかもこの辺になるとね、もうこの辺電車止まりませんので、黄色い点字ブロックという概念が消え去りましてですね、こんな感じでもう白線になっております。黄色い点字ブロックっていうのは消えてないんですね。まあ多分この辺は国鉄時代に作ったやつそのまんまだと思いますけど、ちなみにこっから先もですね、引き続き上下線の線路の間隔は広いままとなっておりまして、今浜は方面を向いているわけなんですけれども、こんな感じでこちらの浜松側に関しても、あっちもおそらくまあ地盤が軟弱なのと、それから弁天島駅を出発してからもう距離がそんなにないということで、あちらに関しても上下線の線路の距離は比較的離された状態で鉄橋が用意されております。わかりやすいですよね。こっちが今電車が出ていった方が浜松方面の上り本線で、でそれと比べるとこの下り本線は上り本線の鉄橋から若干ね南側に離されたところに敷かれておりますんで、あこれで、あ確かにこの浜名湖の鉄橋の部分は上下線の線路が結構遠いところにあるんだなということがお分かりいただけるかと思います。貨物列車が通過いたしますということで、今度は下り列車の通過です。旅客列車じゃないけどね。 EF210 桃太郎かっこいいね。こんな感じでさすがに貨物列車ともなりますとね、機関車の後ろに20両とかそれぐらい長いみたいな貨車を連ねておりますので、さすがにホームいっぱいに入りきる、いやはみ出してるか、はみ出してますけど、何両あるんですかねあれ。今ちょっと数えるの忘れましたけど、あの貨物列車がねもしもこの弁天島駅に止まってくれるんだったら何両このホームに収まりきっているか数えられたんですか。いやー、ちょっと惜しいことをしました。ちょうどね、この辺りでは、この東海道本線と、それから新幹線がね、綺麗に並行しておりますんで、同じ高さでね、同じ高さで並行しているので、これどちらかが高ければ、多分ね、向こうの方にね、浜名湖が広がってるんですけども、浜名湖を、ギリギリ、あ、見えるわ。見えます？これですよ、これね、これ浜名湖。あ、ギリギリ見えるんですね。なんか船が浮かんでるのも分かりましたでしょ？背伸びをしたりですとか、まあそれから身長が180以上ある人だったら、まあ余裕でこっからね、双眼鏡とか使えば、浜名湖の湖面を眺めることができるかと思います。あれ、船か？船なのか？ちょっとよく分かりませんけど。ということで今回は日本でトップクラスにホームの幅が広い駅、JR 東海道線の弁天島駅を皆さんにご紹介してまいりました。まあ、東京からね、青春18切符で名古屋とか大阪とか、そっちの方面、西へ向かっていると、まあ、この弁天島駅のこのホームの広さにね、驚かされた旅行者の方っていうのも結構いらっしゃるかと思いますけど、なかなかね、この弁天島駅、個性的な駅ですから、皆さんもぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。
それでは今回の動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あ、ちなみに最後に言っとこうと思うんですけど、列車本数はね、だいたい1時間に3本ぐらいで、そんなめちゃくちゃ多いわけではないので、青春18切符の旅の途中に寄られるという場合には乗り継ぎの時刻等を注意した方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。